回もやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。今ね、オープニングが終わって、ディスク2に来て、一番最初でセーブしておりますと。で、まあ、実はこれパート、テイク3回目なんですけど、まあ、まず最初に、運動を70にしないと、まあ、このゲームで一番難しい、八重さんを出すことができないんですよ。なので、先に運動をね、70にしてから、いろいろやっていこうかなと思っております。とりあえず、八重さんが出ないと話にならない。ということでやっていきます。はいと、で、運動がね、75になったので、今度はこの3つ、まあ、どれでもいいんで適当にやっていきたいと思います。来たー！八重さん来たー！やっと来たー！話しかけまーす。やっと来た。実はね、最初ずっと運動をね、70にしてたんですけど、なかなか八重さんが来なくて、もうね、テイク6か7ぐらいなんですけど、やっと来た。この八重さんが来ないと話になんないんですよ。ねえ。で、まずは電話番号を巧みに聞きます。電話番号じゃない。電話番号もそうだけど、誕生日を知るために、女の子の情報を知りたいと。これ八重さんね、オッケー。これで誕生日を、5月20日っていうのを知れるために、あれ、運動をね、70以上にすると。で、ここで1回セーブします。やっとだよ。もうめっちゃ時間かかったな。最初のパートのテイク1見つった時は40分以上かかってるからね。さあ行くぜ。運動が89あるから、雑学やった方がいい。美容、ちょっと容姿を、容姿がちょっと低いな。あ、芸術もちょっと低すぎるな。来るよね、やっぱりね。根性が30以上だと、こいつが来るんだよ。かえでこちゃんね。この子よ、この子ね。そしてですね、スケジュールじゃない、パンフレットで、この響きのスタジオがあるよっていうのと、まあ、こういうのをね、しっかり見ておくと。これを見ないと、あれだ、デートの時に、あれなんで、行く場所がね、減っちゃうんで、これを見ると、デートスポットができると。OK。これ神社ないんかな？神社大丈夫かな。神社はね、なんかね、5月25日にデートができるみたいな感じに書いてるんだけど、大丈夫かな。ちょっと念のため電話を巧みにして、これでデートスポットをね、教えてもらおうかなと。したら多分神社選べると思うんだけど、なんだじゃねえや。デートスポット、ないんか。じゃあ、さくらちゃんね。OK。で、これで5月25日は神社に行きたいんだよ、絶対。絶対。5月25日？次じゃん。あ、大丈夫かな、これ。大丈夫かな。いやー、大丈夫かな、マジで。あ、運動してしまった。もういいや。とりあえずどうでもいいや。またリセットか。5月25日って間に合わねえよな、これ。あー、ミスったか、これ。あ、来た。八重さんの誕生日をあげるで、これはにゃんこの置物なんだよな。オッケー。これね、めっちゃ喜んでくれるから。ここはね、この何回かやったから。あ、間に合わねえな。いや、間に合うか。これ電話して、かえでこちゃんに電話して、これで神社に行けるかな。あー、行けないじゃん、25日。あれ？ 5 月だよな。あ、違った。5月じゃなかった。7月だった。7月の25日だ。めっちゃ早かったな。あ、ミスった。いや、もうデートしちゃうか。デートしちゃおう。じゃあ6月の、どうしようかな。運動会の次の日。いや、待てよ。13日にしよう。これでショッピング。あれ、スパイス、スタジアムないな。ないな。まあ、とりあえずショッピング街。
1日無駄したな。まあいいや、とりあえず7月の25日か。あ、じゃあそれまでは、ちょっとね、芸術をずっとやっとこうかな。ちょっと運動が高すぎるな、ちょっとこれは。でこの時にストレスを20以上だったかな、30以上。起きた八重さんのイベント、一回八重さんを、イベントじゃない、デートに誘わないといけないんだった。デートに誘ってから、一回すっぽかされないといけないんだよな。公園に行こう。その日は、お、いいね。これね、だいたいね、OK してくれるんだよな。で、体育祭は、サボるような感じでいきたいと思います。おい、白雪さん。白雪さん登場ね。結構早いな、登場するのが。はい、と、光の誕生日は、スニーカーをあげましょう。これ、ホラー映画ビデオはめっちゃあげたいな、一回でいいから。あの、セーブがいつでもできる状態にしてほしいな、正直。お、来た。これ白雪さんのイベントがあるんだよな。美穂の占い超当たる。ギャルやけんな。そんな名前がギャルってすげえよ。あ、なんかうるせえぞ。そうなんだ。じゃあそれじゃあ俺も占ってもらおうかな。うざー。あ、何をする、やめろ。あ、白雪さん。本当ぞ、今度ぞ、絶対やからな。さくらちゃん、7月の25日デートに行こうよ、神社。これはリセットだな。ちょっとね、こういうことが続くとリセットが一番いいかなと思っております。リセットしよう。お、来たー。ちょっとジャブ打たないといけないみたいですね。まあ、さくらちゃんに、電話して、デートに誘ったんですけど、最初神社でね、まあデート行こうよっていうのを誘ったんですけど、全然なんだ、 OK してくれなくて、でショッピングルーム行こうぜって言ったら OK してくれたんですよね。なので、ショッピングルーム行った後にもう一度電話して、神社に行こうかなと、そういう感じでやっていきたいと思います。ちょっと体調が悪いな。これでデートで、これ絶対うまくいくから。うまくいく理由としては、おい、かわいい。うまくいく理由としては、もう僕やってるんですよね、もうこれ。もうね、テイクも何本か覚えてないけど、だよな。で、このね、一番上はね、普通だったんだよな。こんなにあったら置き場所困らないよ、絶対ダメだから。これだな、これが多分一番好感度が高いはず。女の子ってこういうの好きだよね。うんうん、あんまり嫌いって子いないでしょ。女の子は可愛いものに目がない。俺も可愛い子にはね、目がないんだよな。ぬいぐるみ好きだしな、ほんとな。今日はすっごく、イエーイ。これをすることによって今度神社で誘うときに楽になるんだよな。よし、電話できる。よし、来たよ。でこれで間に合うよね、25日。これ間に合わないと最悪だぞ。もう一回最初からやぞ。はい、セーブはしてるけど。来た。お、25日いける、やれる。来たー、やった、第2関門突破した、やった、嬉しい。もう1時間録画してるよ、セーブ上。やった、絶対セーブだこれは。やったぜー。てかセーブがね、あのここら辺できないんだよね、なんでだろうな。ブロックが足りんのかな。で今日から、あーてかね、8月はね、デート三昧しないといけないんだけど、大丈夫かなこれ。とりあえずデートしよう。とりあえずデートして、金魚すくいをね、やりたいと思っておりまーす。こんばんは。うえー、かわいい。あ、さくらさん。今来たところだ。今来たところだよ、俺も。よかった。じゃ、行きましょう。ね。うえー、あ。確かにな。さくらさん嬉しそうだな。なんだか今にも走りさを出して、走り出しそうだよ。滑舌が。おとなしくしなきゃ。つつましくだよね。うわあ、どうしようかな。わ、これ絶対全部結構いい感じ。一番上男、オタクっぽいな。すごく似合ってるよ。すごく似合ってるよ。いいね、バッチリ印象与えたみたいだ。何に挑戦、
金魚すくい。あ、肩抜きあるんだ。でも金魚すくいやろ。頑張ってね。よし、任せろ。俺がミニゲーム得意中の得意だからな。俺マリオパーティーでマジであのコンピューターボコボコにするタイプの人だからな。説明はいるかい？はい、いります。まず大きいでカーソルを動かして狙いを決めるんだ。で、丸ボタンで網を水に入れる。押しっぱなしで網は深く水で、ボタンを離せば狙ったところをすくって網を簡単だな。あとは知ってると思うが、網には耐久力があって、なるほどな。早く水につけたり力がかかっちゃうと言われるから、もう一度説明しようか。いいえ、俺に任せろ。そこで10匹ぐらい取ってやるわ。あ、これ時間制限はないんだ。じゃあね、深く入りすぎてるやつはダメだから、あとちっちゃいやつがいいな。こいつだな。待てよ、魚の動きを見て、あとちっちゃいやつを見ろよ。あ、こいついいな、こいついいな、こいつ。左の方の金魚が取れそうだね。お、来た。まず1回目。あ、こいついいね、こいつ。うわ、くそ。頑張って。あ、こいつ早いな。あ、どうしようかな。あ、こいつめっちゃ早い、無理。どうしようかな。細いやつがいいな。あー、どうしようかな。ここだ。オッケー。あ、全然違うやつが取れた。まあいいや。あ、意外と大きさ関係ないかもしれないな、これ。よいしょ。お、2匹同時。お、あ、これ2匹同時取れるんや。あ、なんだ、そんなもできるんだ。じゃあ3匹ぐらい、同時に。あ、惜しかったのにね。でかいとダメなんだ。やるじゃねえか。あー、ダメだったな、ちょっとな。4匹じゃしょぼいな。また来てくれよな。あー、ちょっとしょぼかったな。ちょっと練習しなきゃな、これちょっとな。10匹は取りたいな、正直。よかったね、ビリじゃなくて。なんちゃって。これでも頑張ったんだけど。今日は楽しかった。それじゃ、私これで。じゃあねー。いいね、いい子じゃないか。でねー、8月の1日、20日、15日、18日、29日、イベントをね、やんないといけないんだけど、大丈夫かな？大丈夫じゃなさそうだな。8月の1日、もう、この日だもんな。ダメだな。はい、金魚すくいちょっとミスって、今、5月9日まで戻ってきてるんですけど、なんでかって言ったら、8月のイベントがちょっと多いんですよね。8月は、まず8月1日、遊園地、カエデコちゃんと。で、8月の20日、遊園地、カエデコちゃん。15日、八重さん。28日、カエデコちゃん。29日、八重さんみたいな感じで、やっていきたいんで、ちょっとね、7月をしっかり電話で、カエドコちゃんと八重さんをね、誘わないといけないっていうことをね、やってなかったので、今、八重さんのとこまで戻っております。では、やっていきたいと思います。とりあえず、どうしようかな。電話をすると1日潰れちゃうんですよね。で、1ヶ月、誘えるのは、まあ、土曜日だけなんで、まあ土曜日は5回しかないんですよね。その5回のうちに決めないといけないので、7月はもう電話三昧ですね。だから25日以外の電話をしないといけないのでね、そこら辺はしっかりしないとな、マジで。あれだあれだ、あいつ忘れてた。八重さんをデートに誘わないといけないんだ。で、あのデートをすっぽかされるイベントをやってなかったら確か。ちょっと雨が降ってるので水族館行ける？この日はよし来たー、うん、一回誘えた、断れたぐらいじゃ俺はめげないぜ、現実でもな。じゃあここでねセーブしようかな、一旦このね、セーブ1、2はねもうあの繰り返しセーブするやつで、でセーブ13はもう確定、もうこっからはもう後ろに下がらないような感じかな。もう絶対にもう行ける感じで行くぜ。よーし、体育祭はもちろんサボります。よーし、八重さんデート行こうぜ。でこれでデートをすっぽかされると OK。 ここまでは予定調和。お、八重さん、おー、八重さん一緒に帰ろうぜ。おお、あ、これから体育。うん、ま、見ればわかるか。見ないで。
めっちゃ捨てられたな。もう唾ペッて吐かれた感じやな。はい。でですよ、こっからですよ、こっから、フラグをまず立てる。はい、これで、金魚すくいだのところで、雑誌を見て、ここで桜子ちゃんに電話します。でここのね、こっから、もうノーストップでもう全部 OK してもらわんと困る。これの25日をね、マジでね、頑張ってほしい。25日神社お願いします。予定があるみたい。うわー、バカ野郎。ロードします。これを、ちょっと繰り返します。ヒカリいないかな。あ、ヒカリこれ誕生日プレゼント開けてみてよ。ありがとう。じゃあね。あ、ヒカリ失敗だったかな。ホラー映画ビデオを上げてます。それ怒られるよな。めっちゃ怒られるわ、そりゃ。俺だって怒るわ。いやー、なんでホラービデオを上げたかというと、ちょっとね、さくらちゃんさ、さくらちゃんがさ、全然さ、OK してくれないんだよ。なんで7月27日、どうしたのじゃねえよ。7月25日、神社に行こうぜ。これね、絶対誘えないんだよな。なんで？ここで誘わんとダメなんだよ。来たー、やっと来たー、来たー、やっと来たー、やっと来たよ、みんなー、やっと来たよ。もう何回やったか覚えてねー。やっと来たー、やっとー、やっと7月25日神社で待ち合わせできる。やったー、絶対行きますわー。もう絶対行く、もう絶対行くよー。もう疲れた、もう疲れた。セーブします。絶対セーブするよ、これも絶対セーブするよ。この13にセーブするよ。やったー、やっとー。といってもですね、ですね、次はね、まだまだやんないといけないやつがいっぱいあるんですよ。はい、まず8月1日、8月8、15、28、29。この、この5つ、すべて、成功しないといけません。ということで、次回は、デートを誘いつつ、金魚すくいをやるという感じでね、やっていきたいと思います。うーわー、これ、きっついなきっついなちょっと正直ですね、舐めてましたわ。うん、こんな攻略とかね、楽勝でしょと思ったんですよ。きついっすねなかなかきついね。もう1時間半経ってるよ。びっくりしたわ。10分しか経ってねえじゃねえかと思うじゃないですか。一回動画切ってるよ、これ。もうすげえ時間かかったわ。すげえアニメ見ながらちょっとずしょったわ。というところで、セーブしたっけ？もう一回セーブしよう。次回は、金魚すくい。エンドデートを誘いまくる。実況となっておりますので、ご了承くださいませ。というところで今回はここまでにしたいと思います。で、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。